皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日は何の脈絡もなくジグソーパズルをやっていきたいと思います。1000ピースなんでね、ちょっとなんか早回しとかでやっていくと思うんですけど、よかったらお付き合いください。まあ、とにかくなんだっけ、端っこをね出していかないと始まんないんで、やってきます。この後多分ね、無言で黙々やると思います。はい、実はね、これ一回終わらせてるんですよね。ちょっとチートになっちゃうんで、くっついてるのがあったら離してやります。一応ね、正直言うと買ったその日になんか10時間ぐらいかけて、10時間は持ったかな、8時間ぐらいかけて完成させました。これね、このなんか模様を見てもらったら分かると思うんだけど、めっちゃね細かいのよね。顔もなんかね、失礼だけど似たような顔ばっかりでね、ちょっと難しかったです。でも難しい方がなんかね楽しいよね。こういうのさ、誰かと喋りながらさやったりする方が楽しいよねとか言って一人でやってるんですけどね。ね、ちょっと感動しすぎて撮るの忘れちゃったので、音声は後から入れてみました。結局5時間と20分ぐらいかけて終わりましたが、どうですかね。って言っても2回目だからね、ちょっと早い方なのかなと思いますが、はい、今回ジグソーパズルやってみましたが、いかがでしたでしょうか。次また何しようかなと考えているところなんですけれども、また見ていただけたらと思います。じゃあねー。